長の服部智則です。令和3年9月28日に国は緊急事態宣言を9月30日までで解除することを決定しました。これを踏まえて9月29日に千葉県は10月1日金曜日以降、国の基本的対処方針に沿った措置を行うとともに、対策の緩和を段階的に行い、必要な対策を継続することとし、その期間は10月24日日曜日までと決定をいたしました。県からの主な要請内容といたしましては、会話の際のマスク着用などの基本的感染対策の徹底とともに、飲食店につきましては、千葉県独自の厳しい認証基準を満たした認証店は、時間制限等が解除されましたが、感染防止対策確認店などは、営業時間短縮などが要請されていますので、ご協力くださいますようお願いいたします。県の対応方針に基づいた本市の対応といたしまして、9月29日に八千代市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、市内公共施設の利用制限を緩和する等の方針を決定いたしました。本市の新型コロナウイルス感染者数は8月に急増し、爆発的に感染が拡大する中で、子どもたちは新学期を迎え、保護者の皆様のご心配は尽きなかったこととは存じますが、感染対策にご協力をいただきありがとうございます。感染者は9月上旬から急激に減少し、現在は1日あたり2、3人で推移し始めております。感染対策の一環であるワクチン接種につきましては、8月22日から12歳以上の市民全員を対象にワクチン接種を開始し、9月1日から妊娠中の方とその同居者の方へワクチンの優先接種を行っているほか、10月10日には受験生や就職を控える中学3年生並びに高校3年生が安心して準備が行えるよう、新型コロナワクチン接種の集団接種の優先予約を実施することを決定いたしました。今後もワクチンの供給状況を鑑み、国より示されている11月末までに希望する方の接種が完了できるよう、接種枠の増設と接種体制を整えて接種の加速化に努めてまいります。一方、感染が抑えられている今、もしも感染して自宅療養になった場合の備えとして、約2週間分の精米やレトルト食品や飲料の準備をお願いいたします。また国ではワクチンの感染を防ぐ効果は 100% でないため、ワクチン接種後もマスク着用や手洗いなどの感染対策が必要としています。そこでマスク着用が困難な方以外は、ワクチン接種後もマスク着用にご協力をお願いいたします。最後に、市民の皆様並びに事業者の皆様におかれましては、これまでの取り組みに深く感謝いたしますとともに、基本的な感染対策として3つの密の回避、人との距離の確保、手洗いなどについても引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。